厚切りジェイソン元米兵の死体遺棄事件後に受けた暴言告白、アメリカ帰れ。22日放送のミスターサンデーで、アメリカミシガン州出身のお笑いタレント厚切りジェイソンが沖縄での死体遺棄事件発生後に受けた暴言を明かす場面があった。この日放送では元米兵による20代女性の死体遺棄事件を取り上げた。沖縄県うるま市で女性が先月から行方不明となっている事件で、警察は元米兵で現在軍属の男を逮捕した。この男の供述通り、行方不明女性と思われる遺体が発見されている。また男は女性を背後から棒で殴った、刃物でも刺したとも語り、殺害もほのめかしているという。この悲劇的な事件に対し、被害女性の親族は泣きながら報道陣に向かって、どこかに飛んでってくれないかね、米軍基地なんかね、この基地いらないよと訴えている。番組 VTR では大勢の人々が米軍キャンプ前に詰めかけ、殺人者が何やってる、帰れと叫びつつ抗議を続ける姿を放送した。スタジオでは厚切りジェイソンが事件の感想を問われ、最悪ですよ、ひどいですよとコメントする。沖縄の人々が事件に起こるのは当然だし、自身もひどく腹を立てているという。そして厚切りジェイソンはこうした事件が起きるたび、アメリカ人が全員的に見えてしまうこともあるだろうと語った後、僕がこの事件が起きてからツイッターでなんかアメリカ帰れと言われるようになったんだけどと暴言を受けたことを告白したのだった。実際厚切りジェイソンの元には事件に対するコメントを求める声が多く寄せられていたようだ。そうした人々に対して厚切りジェイソンは同番組放送前にツイッターで番組視聴するよう促していた。厚切りジェイソンのキャラ的にアメリカ帰れって暴言自体昨日今日で始まったこととはとても思えないんだけど、この炎上狙い白人芸人案の定便乗してきて笑った。俺事件起きる前から帰れって言ってたんだけど、他のアメリカ人タレントは帰れって言われてんの？普段からディスるからだよ。ジェイソンが嫌われるのはアメリカのこと棚に上げて日本批判するからだろう。日本だろうがアメリカだろうが中国だろうが人種差別はあるのに、この人はこういうことを理解できないのが日本で差別を受けたとか騒いでよ。おいおい、いろいろ言うけど厚切りジェイソンは親日国家だろ。あ、親日家だろ。まあそんなこと言われながら、私の感想なんですけど、芸風も芸風なので同意を得られるのは大変